最初はグーじゃんけんグッチー。こんにちは、お相撲グッチャンネルのグッチーです。実はこの前相撲の稽古会のメンバーさんで、まあ、よくお世話になってる伊織さんって言って、サンデーでも柔道の漫画暁の暴君っていう漫画を連載してた方です。その方に、まあ、インタビューしたいということで、その質問に答えた動画とかありますので、それをアップしていきたいと思います。ちなみにそのいつも最近こうオープニングで使わせてもらってるグッチーの現役時代の絵みたいなのがあるんですけど、それは実はこの伊織さんが描いてくださったものです。大切にも使っていただいております。ありがとうございます。ある種その白鵬関は割と逆で、割と何にでも対応できるみたいなこと言うじゃないですか。そうです。実際その目合わせたことあると思うんですけど、何でもできちゃう、そういう感じでした。やっぱまさに伊藤さんの前の動画を見させてもらって白鵬関のこと言ってるじゃないですか。もうなんかすごい、なんかその絶対に勝てないと思ったみたいなことおっしゃってたじゃないですか。あの人は違うんだ、相撲やめようかなと思ってた。まあ、努力しても無理だなっていうのを感じちゃった自分がいたんですよ。こうなれないなって。それはもう、でも100回やって1回ぐらいでも勝てる夢を持ってやろうかなという気持ちに変えたんですよ。逆に言うと、より強くはなれないなっていうのは。逆に言うと、100回やっても1回も勝てないかもしれないぐらいの感じだったんですか。そうですね。自分も幕下上がった頃は、壺にはまれば関取衆の稽古しても勝てたりしたんですけど、それを感じなかった。後ろ取っても勝てんのか。まあなんかよく言う聞く話ですけど、その柔らかいみたいなこと言うじゃないですか。ぶつかった時に吸収されるみたいな。どんな感じなんですか。なんかもう自分からしても前にその水口さんに当たらせてもらった時に柔らかって思ったんですよ。結構吸収されるみたいな感じだったんですけど、それを水口さんが思うっていうのはどれぐらいの感じなのか想像もつかないんですよ。なんかもう筋肉の質が違うみたいな。もうそれも多分トータルなんですけど、体の使い方だと思うんですよね。まあ、筋肉の質もあってできること、硬い人がそれをやろうとしても多分うまくはできないんでしょうけど、多分体の筋肉の質、力の抜き方、強弱、もう技術的なところですよね。まあ、こういう力の抜き方とかもう体得してるんで、力を逃がすのもうまいし、それで技もいろんなところ全部できるんで、普通はどっかしら長所が短所があるんですけど、短所はあんまりないっていうか、それも前後が長所なぐらい突出しているので、トータルにすごく万能型って感じ。いろいろ駆け引き、それもできるから、でみんなそれできたら勝ち残れるのでやればっていうことできないんで、できちゃうから、息が長い。すごいスピードなんでしょう、ね、速いです、ブチみたいな。自分は見てて、勝ち上げとか張り差しとかも大好きなんで、そっちかっていうと、どんどんやればいいって思っちゃうタイプなんですけど、プロの力士の目から見て、どうなんですか。それは、多分こう、美徳として昔の横綱は受けて立つって、そうですね、あるって言うんですけど、それを相撲をスポーツ見るのか、信じと見るかで分かれる、まあ、そうですね。スポーツ、単純に強さを求めて、まあ、現実強さがないと生き残れないし、人生、相撲人生終わっちゃうから、何をしても勝ち出るんだったらやったら、それが負けないのが横綱じゃないのっていうのが、単純なスポーツの強い弱いで言ったらそうなんですけど、真実とした 美があるじゃないですか。これは人血出たりとかするから、思い合ってこう組んで理想はする、がっぷりをする、受け止めてから力出してから踏み止めて外に出すみたいな、貴乃花みたいなやつです。あれが王道ではあるんでしょうけど、それは現実、貴乃花さんでも、それはそれって多分本当に強い人でも若い時しかできないですけど、だから貴乃花さん30、29とかでパーンってやめるでしょ、できなくなって勝てなくなったんですよ。それもっとなんかこういういろんなことしてたら、もうちょっと思ったかもしれないっていうのはありますね。でも本人の美徳で、もうそれができないからやめる感じだったかなと思います。習慣がウサインボルトと同じぐらいのスピード、タコハゼキ、ウサインボルト以上、
ですもんね。瞬間の技ですね。これがブザクロやったら死にますよ。なんかでかいんですけど、あまりになんか速すぎて怖いっす。受け手に回っても体が背も高いし、懐深いし、何するんみたいな。自分でも攻めてる。考えてもなかなか答え出ない。攻略法がない。人間ってこう一瞬の判断で相撲取ってると一瞬相撲が上手い人ほど引いたら相手落ちるんじゃないかっていうとっさの感覚が芽生えるんですよ。その瞬間を狙えば勝つ可能性があるんですよ。だから勝つとしては突き押し相撲、一発でこうやって持っていく力のある速い運動神経のいい人が勝つ確率が高い。本当に実際そうなんですよ。引いた瞬間を狙う。あ、確かに引かせる、引かせる。相撲と駆け引きとかでそういうなくして不安を抱かせ、ちょっと抱かして、なんかすっかも飛ばしてとっさの判断の誤りを狙うし、引いたとこで怪我しみとか吉風関とか多分それで引っかかってきてるし、そうですね、そういう人が勝ちやし勝つ確率があります。普通にがっぷりを組んで力で勝負するタイプだと勝ちづらいっすね。そうですよ、先場所の浅野山もそうでしたもんね。そうそうそう、絶対なんか勝てるんじゃないかみたいな雰囲気ありましたけど、最初でもなんか実際その組に行ったら結構本当に普通に正面からやれちゃったじゃないですか。それはまさにそういうことなんです。そういうデカトッとすると総合的に全部上回らないといけないんで、むずいっす。一発勝利だと奇跡って本当起こりうるんで、相撲だと一瞬の低世界負けだし、外出たら、それを狙っていく。なるほど。100番やっても勝てないで、その100番中1番ぐらいはそういうのは人間ながら出てくる可能性があるのを狙うって感じです。それが相撲の面白さだと思って。なんですかね、自分相撲やってきたけど20後半ぐらいになってその癖治ってなかったら、なかなか治せないし治らないんですよ。僕の引き癖と一緒で、僕はあれがあったから生き残れたし、あれがあったから力が弱かった。今引き癖っておっしゃいましたけど、水口さんといえばやっぱ変化みたいなところあったと思うんですけど、はい、あれは癖だったんですか、狙ってたの。狙ってたのと、はい、狙ってない癖と、はい、総合的なところ、狙った引きは決まらなかったです、正直。あ、そうなんですか、はい、じゃあもうその立ち会ってからの流れの中で、あってやった方が意外に決まるみたいな空気感なんですよ、ね、自然に多分経験で感じ取ったもので、はい、反応してやった時決まるんですよ。へー、雑念があって、はい、このちょっと、まあ、迷ってる感じに見えるから決まるかなみたいな感じだと決まらない。そうなんですね。なんか一瞬のなんかお反応が遅れるんですよ、そのタイミングがずれるなと思います。なんか空気が出ちゃうんですかね。雑念、まあ、多分本当はやりたかったわけじゃなくて、もう怪我はしょうがないからで考えてやった磨いたのもあるんですよ、正直。まあ、その前の動画あの見たんですけど、そのなんか技のパーセンテージ的にも押し出し 24%、ただ叩き込み 40% で、押し出しがすごい勝ってるんですよね。押しは強いですもんね。当たるのが強いからこそ決まるみたいなところが絶対あったんですよ。そうそうそう、みんな恐怖心なんですよ。実際に当たってまともに強いのになんで引いてばっかりいるんだろうと思ってた人はいっぱいいるんですよ。理由は頸椎なんですよ。頸椎悪かったんですよ。今でも結構来るんで、多分それ正直にワーナーやってたら3秒まで相撲取ってないんですよ。そうですね、だから下手したら麻痺するんですよね。まあ、それがあったから力士寿命は伸びたんですか。伸びたっすね。でも引きは悪いって言われても自分正直引きはうまかったんで自分で言うのもあるんですけど、はい、だからやりたくてもできないんですよ、みんな。力士とかも引き決まるから体力的にはあるじゃないですか、まあ、リスクはあるんですけど、僕やりたいと思っても、でも真似できないんですよ。いいなとか、みんな構造力士同士って言うんですけど、どんどん真似できないなみたいなあるんですよ。それはどういう違いですかね。まあ難しいと思うんですけど、簡単ですね、相撲感みたいな。はい、多分練習しても磨かれないです。あ、じゃあ稽古でやったりとかしないんですか。そういう練習みたいなことはしないんですか。しないですよ。稽古ではもう実際にやりたくやってたわけじゃないんで、稽古ではもう、まあ、怪我してるから番数は取れないんですけど、調子いい日に狙って身になる自分の理想の相撲をやるんで、稽古場ではほとんどやらないです。じゃ
して引き技の稽古を今日はやるみたいなことは全然なかった。僕なかったです。みんなやってるんだろうと言ったんですけど、全くないですよ。その現役時代の何番も見させてもらったんですけど、稽古場の方がなんか強いと思われてたから調子いい時しか降りてこないから。それある出会いがこの幕下上位年いってから幕下下位に落ちて三段目落ちそうな時があったんですけど、復活したのはある人との出会いゴールドジムで会った大学の教授だったんですけど、アメフトとかの体の使い方の専門的な人が詳しい人がいて、偶然意気投合して、まあ無償だったら教えることできるって言って、ちょっとダイヤルトに許可得て、親方に許可得てこう教えてもらえるようになって、体の力の方向とかですね。ああ、体のじゃあその伝え方みたいなところを教えてもらう。使い方、相撲を押すには一番意味がかなった押し方、それで膝のね、自分の膝で押すと思ってたんですよ。押すのって相手をこうやって足でこう押すと思ってたんですけど、違くて股関節、骨盤をしっかり立てて、股関節の動きで押すと膝の負担が減ったんですよ。まあ痛みが減出づらくなったというか、血がたまらなくなったんですけど、それでいい方向になって、スピードトレーニングとかも教えてもらって、どんどん年いってそれも一番面白い時にね、ペアがなくなったんですけど、だからそれをが進むってるんで、その得たものを次世代に教えたい。それこそもうずっと子供のうちから教えられたら、子供の頃からそういう動きができたら全然違ってきますもんね。それを自信があるんで、ちょっと子供スカウトしてても、ちょっと体の質の向こうとか痛いなって。これは面白いですね。痛いですね。僕ができなかった横綱なってほしい。それは面白い。相撲を好きになってやりたいと思った人が、そのできるだけね、怪我も少なく遠回りしないように導けたら一番いいんじゃないかって思うんですよね。苦労した分を、その苦労分を、まあでも本当に神一人の世界に行くとね、どんなに強い人でも怪我するかもしれないんですけど、できるだけリスクを下げて、そう、正しい体の使い方でいくと確率は高くなるんじゃないかな、手助けになるかみたいなのがあるっすね。相撲なんていえば究極のコンタクトスポーツじゃないですか。コンタクトしないことがないじゃないですか。絶対怪我と本当隣り合わせだと思うんですよ。そうですね。必死なんで、みんなこのね、ただ押し合うとかだけだと思うんですけど、もしかしたらこの体勢からでも技かけたら勝てるかもしれないって諦めないじゃないですか。そういう人が怪我するんですね。真面目な人諦めない人は、ね、僕もそうだったんで、あ、そうですね、無理な体勢がないって怪我してるんで、それをその体勢にならないような動きをして自分からしていって、それを染み付かせれば確率が減るんで、そういう指導をできる。そうですね、子供のうちから本当に叩き込めたら、それはすごく有利と強いですね。ちっちゃい頃は体の負荷は少なくして、そういう技術的なところをやって、成長とともに負荷をかけていくっていうのが一番と思って、まあ、ちっちゃい時からガンガンで食べると伸び率が縮まるんですよ。だからいろんなスポーツでもやりつつ、体の動きの反応とか神経を磨きつつ、相撲の技術をしっかりやって楽しくやってのプロです。これが仕事になった場合は、まあガンガンやらなかったところもあるんですけど、まずは楽しく。これからもどんどんいろいろアップしていきますんで、楽しみにしててください。これからも伊織さんお願いいたし、よろしくお願いいたします。どうもこちゃんでした。今日はトレーニング後の愚痴でした。